こんにちは、斉藤誠です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。マーティンギタープレゼンツ誠の It's a Beautiful Day、 土曜日の夕方この時間は音楽とギターのお話、そしてマーティンギターを使ってのスタジオライブなどのんびりと楽しんでいただければなと思います。伊藤一郎さん、本を出版なさいました。あ、そうですね。ちょっとずつマイペース、はい、私も読ませていただきました。 ありがとうございます。普通のミュージシャンが育っていくその過程とちょっと違うんですね、はい、そうですかね。やっぱりちょっとゆっくりなさっていて、はい、そうですね。なんか僕らなんかもう、常にパンパンになってやんなきゃいけないやっていう思う、ロックってそんなもんかなみたいな、はい、誤解があるんですけど、はい、そういうのは関係なしに、そうです、伊藤さんをやってらしてる。早く走る人もいれば、こう遅く歩く人もいていいじゃないですか。すごい。これだから本当何回かこう読み直したもんだって。あ、本当ですか。この行をもう一回読んでこうみたいな、ね。なんか意味があったり意味がなかったりして面白い本ですよ。ぜひ皆さん、はい、あの手に取って、読んでいただきたいと思いますけれどもね。はい、さあ最後に私も入りましてザ・セッションしたいと思いますけれども、で僕がそれでもいつも持ってくるやつがですね、OM のカスタム。通称ラナルちゃんってやつなんですけど、バカでかい音がします、さあ今回のセッションはお二人が選んだ曲は何ですか。はい、パイセンたちとやるときはやっぱこれなんじゃないかなと思ってなるほど、クロスロードです。もう何にもだってあの構えなくていいもんね。そうなんですよ、ね、その時の気分でいっちゃうもんね。はい、それでそれぞれの個性が出るかなと思いまして。あ、そうかもしれない。じゃあ必ず感想の年功序列ってことね。終わりました。はい、行きましょうか。トン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 トI'm not afraid of the dark.
A のサウンドだ。じゃないですか。いいですかね。ええ、あ、じゃあやめよう。バッチリです。もうやりきりました。じゃあいいですか。というわけでお二人本当に2週にわたってありがとうございました。またぜひとも遊びに来てください。はい、ありがとうございます。ああ、いっくん TV ですよ。はい、あのいっくんさんと初めてこうやってちゃんとお話しさせていただきましたけれども、ギターは意外とソリッドなギターね。ね、キラーですもんね。ええ。だけどね、ロックやってるとなんかこう切羽詰まった状態でギリギリでやんなきゃいけないみたいな変な意識ありますけども、今日はそういうことじゃないんだっていうことがよくわかりました。またぜひあの日を改めてちゃんとセッションさせていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。斉藤誠でした。最近の子たちって意外ともう1の感覚がなくてほとんどゼロだったりするんですよ。わかる。なんか なのでやっぱ聞かないとちょっと怖いなって。そう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 。で俺自身もうそれがめんどくさいから440にしてることが多い。あ、やはりそうなんですね、うん、プラグインとかのやつで全部やってる人は441が最初にそのデフォルトで出てるからそのまま使っちゃうみたいな。僕らやっぱ世代的にその鍵盤に合わせなければいけないみたいな感じでしたから。そうですよ、はい、のイメージがあるけど、はい、でもね440の方が心なしか歌が楽な気がする。やっぱほんのちょっとだけど、そう高いですね。なんかちょっと、はい、ボタンしますか。え、じゃあゼロにしましょうか。はい、了解です。皆さん、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。